さあ今シーズンもスタートしました J リーグジャッジリプレイ、このコンテンツでは週末に行われた J1 のゲームを中心に、ジャッジに関するさまざまな事象を取り上げ、サッカーのルールの理解を深めていきます。というわけで新シーズン1回目の今回はこちらの皆さんと共にお届けします。まずは J リーグ副理事長の原博美さんです。原さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして J リーグウォッチャーの平畑啓二さんです。平畑さんも引き続きよろしくお願いします。お願いします。そして今シーズンも審判経験のあるさまざまな審判ゲストの方を迎えてお届けします。今回は FIFA、AFC、JFA 審判インストラクターの深野悦子さんです。深野さん今シーズンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで昨シーズンからご覧いただいている皆様方にはおなじみのメンバーで1回目をお届けしていきますけれども、まず原さん、はいはい、昨シーズンは激しくフェアでエキサイティングなリーグにしたいという、こういう目的の中でレフェリングのスタンダードがありましたけれども、はい、今シーズンはレフェリングについて、どんなことを原さんは期待されてますか？やっぱりそれは継続してやろうっていう話をレフリーの方とも選手各クラブともしてますね、はい、そういういいシーンもたくさん開幕節でありましたけどね。ありましたね。はい、例えば天皇杯だったりルヴァンだったりのファイナルでも今までから見たら随分との審判の増えって多くなかったでしょうね。プレーをみんなこう続けてそういうシーンが多くなってるのも事実なんで、そこはもう感謝しつつ、はい、より良くしていこうっていうことをみんなに伝えてスタートしています。でそんな中今シーズンは J1 で VAR が再導入されています。で今回は改めて VAR の基本についておさらいしていきたいと思うのですけれども、深野さんまずは VAR の基本的なところの考え方についてちょっと教えていただけますか？はい、VAR には哲学というかフィロソフィーがありまして、最小限の干渉で最大の利益を得るということです。あくまで主役はフィールド上の審判団で、それをサポートするという役割になります。最終決定はあくまでも主審ということですよね？その通りです。VAR は、最良の判定を見つけに行く、探しに行くというわけではなくて、はっきりとした明白な間違いをなくすために導入されているものだということでよろしいですか？はい、その通りです。10人が見たら9人から8人がいやそれは間違いでしょって思った時に介入するわけですね。そうですね。やっぱりサッカーにはグレーゾーンが多くて、そのグレーじゃなくても極力白なのか黒なのかっていう その色のコントラストがはっきりした方にVAR は介入するということになります。ですから VAR は全ての事象に介入するわけではありません。VAR がではどういった事象の時に介入するのか、そのあたりも深野さんちょっと改めて教えていただけますか？大きくは4つプラス1つあります。1つ目が得点かどうか、2つ目が PK かどうか、3つ目が退場かどうかで、4つ目が、警告退場の人間違いですね。これに審判が確認できなかった重大な事象ということになります。例えばボールがないところで起きたラフプレー、暴力的な行為とか、そういうところがその審判が確認できなかった重大な事象の一つになるっていう感じですかね？そうなります。はい。というわけで、今回は J1 の開幕節の中から VAR にまつわるシーンをいくつかピックアップしております。まずは典型的な VAR の事象をご覧いただきましょう。明治安田生命 J1 リーグ第1節、湘南ベルマーレ対サガン鳥栖、74分のシーンです。鳥栖がチャンスを迎えます。松岡から樋口、さらに右サイドの飯野にボールが出たところでコンタクトがあり飯野が倒れます。ただチャンスは続いてゴール前で決定機、最後はこぼれ球を石井が狙いますがキーパー谷に防がれます。主審は田中と林のコンタクトを見て一旦試合を止めますが、ここで VAR が介入、オンフィールドレビューを行い、飯野と高橋の交錯シーンをチェックして、高橋にファールがあったことを確認、鳥栖にペナルティーキックを与えました。これは VAR 介入の典型的な事例だと思いますけれども、まずはこのシーンについて議論をしたいと思います。
さてこのシーンに関してはまず PK かどうかという事象で、まあ、はっきりとした明白な間違いということで、介入して PK となったわけですけれども、まず原さん平畑さんにお伺いしたいのはこれがファールだったのかどうかというところです。原さんはまずどう感じました？ファール、もうそうですね、ファールの PK だと思いますよ。これは平畑さんいかがでしょう？樋口選手のパスがちょっとこう湘南のディフェンスを高橋選手寄りに行って、うん、高橋選手もちょっと反応が難しいところに飯野選手のスピードがあるじゃないですか。だからすごいこう微妙なシーンになったと思うんですけど、やっぱり足は、かかってるようには見えたので PK かなと僕も思いました。はい、なるほど。ということで、まあ、そのファール判定自体にお二人も納得ということですが、深野さん、まあ、これ VAR 介入の典型的な流れと言っていいんですかね？そうですね、最初に映像を見たときに主審の笛のタイミングがそのシーンじゃなかったので、ただ手が PK のように指していたとも見れたので、はい、何の笛かがちょっと正直わからなかったっていうのが私の最初の初見なんですね。でその前のシーンで、まあ、その PK となりそうなシーンがありましたと。でその後にも接触がありましたと。なので実際にペナルティーエリアで起こった接触は2つあって、まず最初の方から VR チェックをしたと思うんですけども、ファールだと思ってチェックをしたら、あ、これはファールでしたと。で多分主審と更新をして、そっちをどう更新したかわからないんですけど、多分次のもののオフェンスのファールで取ったんだと思うんですね。手はちょっと違う方向を指してましたけど、それで VAR が介入したという流れだったと思います。あの主審の手は違う手だったんだろうなというふうには思うんです。ちょっと紛らわしかったかなと。ちなみにですね、オンフィールドレビューについての説明も深野さんちょっとしていただけますか？はい、やっぱり決めるのは主審なので必ず主審が見て確認をしますと。ただしオフサイドの出てました出てませんでしたっていう、もう誰が見てもその分かるようなもの、いわゆるファクトについては見に行かないっていうことです。こういうですからコンタクトによる PK かどうかなどの主審の主観が求められる部分は必ずオンフィールドレビューを行うということですよね？そうです。決めるのはあくまで主審なので、主審が見て決めるということです。まあ、これに関してはコンタクト自体もそんなに難しいものではないのかなという感じは、まあ、改めて映像で見ると思うんですけれども、原さん平田さん、このシーンについてはじゃあ異論なしということでよろしいですか？そうですね、良かったと思いますよ。はい、桑原さんも実況されてましたけど、はい、このゲームの高山さんがなんかすごい言葉もよく聞こえてなんか選手とすごいこういいコミュニケーション取ってるなと思って、見てましたね。はい、いや、おっしゃる通り選手が試合の中でイライラするようなシーンが全然なくてですね、それはすごくうまくゲームをコントロールされてたんじゃないかなというふうに僕も思いました。結構なんかよく見てるでしょみたいなこと言ってましたよね。はい、グータッチしてましたから。まああれだよね、でも両チームとも本当にこう激しかったけど本当にフェアだったっていうかね、他の試合も僕見ましたけど、はい、やっぱそれはすごく印象は受けて、でお客さん少ないからやっぱり審判の声とか選手の声もよく聞こえるじゃないですか。はい、気持ち良かったですよね、逆にね。うん、うんうん、と思いました。うん、激しい中でも荒れるようなことがなくてとても良いゲームだったんじゃないかなというふうに思いました。さてでは続いてですね、視聴者の皆さんから、疑問質問の声を多くいただいたシーンを見ていきたいと思います。まずこちらのシーンです。明治安田生命 J1 リーグ第1節セレッソ大阪対柏レイソル28分のシーンです。セレッソのコーナーキックのシーンです。坂本の蹴ったボールに奥野が合わせて、さらに丸橋、跳ね返ったボールを最後は瀬古が押し込みます。セレッソのゴールかと思われましたが、ここで VAR が介入、主審がオンフィールドレビューを行った結果、ファーサイドで飛び込んだ丸橋の手にボールが当たっていることを確認し、ハンドのファールを取ってゴールは取り消し、さらに丸橋にはイエローカードが出されました。続いてはこのシーンについて議論します。さてこのシーンについて寄せられた質問疑問の中には2つあるんですけれども、まず1つ目、
手に当たっているのはファクト、いわゆる事実なのになぜオンフィールドレビューを行ったのか、まあ、先ほどファクトについては VAR オンリーレビューになるというお話もありましたけれども、深野さん、この場面はなぜオンフィールドレビューになったのか、まずちょっと説明していただけますか。はい、ハンドといってもハンドの反則になるかどうかっていうのはやっぱり主審が決めるということですね。特にオフェンスのファールだとよりファクトには近いと思うんですけれども、やはり主審が決めるということです。 VAR が決める、判断する、判定するということではないということですね。これは直後にゴールに、まあ、取り消しにはなりましたけれども、シュートがゴールの中に入っているので、まあ、ゴールにつながる攻撃側のハンドということで、オンフィールドレビューを行う必要がなかったんじゃないかと思う方も結構いらっしゃると思うんですけれども、そこもあくまでも確認はするということですか。はい、確認をします。やっぱり主審が判断するエリアです。そのハンドの反則といっても、一口にハンドといっても、その脇がちょっと空いているとか、手がちょっと動いているとか、ボールが当たっただけではやっぱりハンドにならなかったりもしますので、きちんとその事象を主審が判断をして、決めるということが必要になります。まあ、ある意味でファクトに近いのかもしれませんけれども、オフサイドのファクトとはまたこれは別物なんだということですか。そうですね、その通りです。ハンドに関してはオフェンスのハンドとディフェンスのハンドで大きく異なります。で、オフェンスのハンドの方がよりファクトには近いんですけれども、それでもやっぱりファクトではなく、きちんと主審が事象を確認して、で呼ばれるってことは非常に大きなことなので、得点を取り消すのか、そういった事象になると思うんですけども、やっぱりそこがセットになるということです。なるほど。原さん、このシーンどう感じましたか。はい、これは VR 入っててよかったねっていう、まさにそういうシーンですよね。これ早いから分かんない時もありますよね。だから意外とこれ VR 入ってないとこれが分かんなくて後で揉めるっていう話になるんで、まあ良かったんじゃないですか、入っててっていう感じ。これはオンフィールドレビューを行うという点に関しては、原さんどうでしょう。それはまあやっぱりハンドってそのよりグレーじゃないですか。今ここまでとか、どことか、肩のこっちとかこうとかってあるんで、まあ、それで多分かで審判もその村上さんも多分早かったからそうかなと思いつつ確認したかったと思うんですよね。で、やっぱオフサイドの出てる出てないとはこれは違うと思うんで、やっぱり確認するべき。なるほど。平田さん、一連の流れについてどう感じます。その VR に至った件は僕もそれは全然違和感はないですけど、これ逆に深野さんにもちょっとお伺いしたいんですけど、 VAR を使うまでもなく、副審の方がハンドってもし気づいてて、だそのピッチ内だけで処理することってできるんですか。できます。今のすごく大事な質問で、やっぱり中の審判団が主役で、あくまで VR サポートなんですよね。ですので、ハンドを見ました、でフラッグアップがありました、笛吹きましたであればもちろん OK だったと思うんですけれども、この場合は更新をした結果、多分ですけれども、分からないとか見えなかったとか、そういうことで VR がチェックをし、事実が確認できたんだと思います。はい、もし事実が審判団が確認できていて、それに対してなんて言うでしょう、 VAR がこう疑義を挟むことは逆に言うとできないというか、あくまでサポートなので、開幕戦でもいろんな試合で見られましたけれども、選手たちがいやちょっと VAR 確認してよって詰め寄るシーンたくさんあったと思うんですよ。でこれ本来は深野さん、もう全部審判団 VAR チェックしてるじゃないですか。だからああいう抗議はする必要ないっていうことですよね。そうですね、見てますっていうことですね。ただやっぱり決めるのは主審なので、あと介入できるところとできないところがありますっていう、それだけですね。で先ほどちょっと深野さんに触れていただきましたけど、もう一つの質問というのが、なぜハンドをした丸橋選手にイエローカードが出たのか。これは深野さん、あくまで故意にハンドをしたというジャッジになったということですか。ボールを手で扱って得点をしようとする行為にはイエローカードですっていうふうになってるんですね。最近あんまり見なかったので、そういうイエローの場面も少
少なかったと思うんですけど、本当得点をしようとしたっていうことです。その得点しようとしたけど入ったか入らないかは問わないんです。しようとしたっていう行為に対してイエローカードが出るということです。原さん、このイエローカードについては異論ないですか？異論ないですね。よくね、深野さんが言う通り、点取るときにどうしてもこう手でやっちゃうとイエローカード出るっていうのがあるし、あとなんかこうパスのこの浮いたこの手のあたりに出てこうやっちゃったらさ、イエローカード出ますよね、深野さんね。あれは出るときと出ないときあるの？得点をしようとするときかチャンスを潰すかとか、ね、まあ、どっちかによりますね、はい。でもなんか意外とこの辺の浮き玉フュッて出ちゃうとなんかこうか割とフュッて簡単にイエロー 出そうな、それ出さなくてもいいんじゃないのと思っても出るときあるよね。あるよね、ひろちゃんね。あります。自信の裁量です。ああ、そうなんだ。いや、なんかそこハンドだけどそれ出さなくていいよねって、意外とそれが2枚目で退場になっちゃったりするときあって、それもったいないよねっていうのあるなっていうのが現場の感覚ではありますね。ちょうど平畑さん、 J2 の開幕節、北九州対新潟で同じようなゴールになったシーンが、そうですね、手で入れてしまったゴールが、認められてしまいましたけれども、まあ、VAR が導入されているとああいうのは全てわかるっていうことですよね。マラス選手にイエローカードが出たシーンについては皆さん納得ということでよろしいですか？